先生、声を落として。静かに木に近づいて、中の音に耳を澄ませてください。聞こえますか？幹の中を通る水の音が。この木は葉をすべて落とし、まるで生を諦めたように見えますが、今でもこうして力強く水を吸い上げています。一見静かに見えるこの森も、本当はたくさんの音で溢れてる。音に飽きることはこの先もなさそうです。